やっほー、あやでーす。はい、ということでですね、今日は久々に無印に行ってきました。はい、ということでですね、なんか前の動画でロフトの購入品紹介やったと思うんですけど、まあ本当はね、無印に行きたかったっていうやつで、あの無印に全然欲しいものがなくて、なんかできなかったよーっていう感じだったので、今回はやっと無印でいっぱい爆買いできたので、紹介していきたいと思います。今回は結構買ったよ、無印で。1万円分ぐらい買いました。はい、それではね、どんどん紹介していこうと思います。まずはこちら、ファットコットン。で、私、前買ったやつが、なんかデカめのもうちょい、なんか、しっかり系のやつだったのね。なんか、無印好きな子はわかると思うんだけどさ、なんかさ、わかる？ちょっと繊維が入ってるさ、なんかデカめのやつあんじゃん。それを買ったんだけど、なんかそれが大きすぎて、なんかあんまこんなデカくなくていいなと思って、この普通のコットンにしました。コットンは私、マジで、めっちゃ、家にストックがある。まだまだストックあったんだけど、私、一気にこうやってバッて買って、置いといて、っていうタイプなんで、ストックのために買ってきました。で、次はこちら、毎度買ってる無印の導入化粧水ですね。あ、すごい、なんか顔が、鏡みたい。すごい、すごい本当にこのさ、ボトルの中にいるみたいじゃない？これすごいんだけど。これなんですけど、私柄のやつではないです、これ。私が後ろにいっちゃってるから、私柄みたいなやつになっちゃってるんですけど、こちらですね、毎度毎度買ってる導入化粧水でございます。で、次はこれ、じゃーん。これ初めて買うクレンジング綿棒なんですけど、このさ、メイクした時にさ、なんか、あー、ここだけミスったーっていう時とかにこうできるんですけど、私ね、ずっとこれ気になってたんだけど、買ってなかったの。いや、いいし、いらないしよって思ったんだけど、私最近マジで、物払いが一回なってから、本当に癖づいちゃって、すごい、なんか、なりやすくなっちゃったのね、物払いが。で、それで、メイク落としとかでさ、なんか、メイクの落とし忘れで多分なってるんだけど、だから、こう、メイク落とし終わった後とかにちょっと残ってるなーと思ったら、こういうやつでちゃんと拭いて、ちゃんと落とそうと思って今回買いました。物もらい防止のために買いましたね。次はこちら。じゃーん。やだ、家庭的で素敵！ありがとうね。こちらはですね、ザルですね。私、ザルを持ってるんだけど、置けるタイプのザルを持ってなかったんですよ。だから、置けるザルが欲しかった。それだけです。はい、しかも私、自炊するようになったので、なぜ自炊するようになったかなんてあんま、言うことじゃないと思うので、まあ、控えさせていただくんですけど、自炊してます。じゃあ次こちら、じゃーん。スリッパ、私スリッパをずっと自由で買ったやつをマジでずっと使ってたんだけど、なんかもう本当にベアに死ぬほど舐められてるし、死ぬほど噛まれてるんで、新しいやつを買いました。しかも冬は足寒いからスリッパ絶対必要なんで、スリッパを買いました。無印のスリッパ超ね、中が柔らかくてふわふわで超いいよ、超おすすめ。色も3種類ぐらいあったかな。次は私がずっと欲しかったやつだけど、ずっと手に入れてなかったやつ。じゃーん。知ってる？これみんな。スプーンみたいな、ベラみたいなやつなんだけど、ボールとかでさ、こう、綺麗に取れるみたいなやつ。ベラって言うんだっけ、あの、なんて言うの、まあ、わかんないけど、シリコン製のやつになってるやつ。これすごい人気らしくて、無印で。ずっと気になってたんだけど、買ってなくて、でボールとかについたのをこう、綺麗に落としてこうやってできることできるんで、私それが本当に欲しかったのよ。なぜなら、自炊するようになったから。言ってんじゃん、あんま言わせないでって。うん。あんまさ、自分の口からさ、言うことじゃないからさ、あんま言わせないでほしいんだけど、でもまあ自炊して、これが欲しいなって思ってたので、買いました。で、次、こちらですね。箸2つ。長めの菜箸を買いました。この箸2つは、カネピッピと、一緒に、和食系が好きなんで、なんか和食っぽいなんか柄の方が、なんかかっけんじゃねえかなと思って買いました。これは彼氏との出来事なんですけど、箸でこうやってね、食べてたの。そしたら、彼氏が歯の力が強すぎてね、箸の先端を折ったのパキって。で、え？みたいな。なんか一緒に食べてる時に箸もちょっと一緒に噛んじゃったらしくて、それパキッと折れたのね。え、そんな人いる？と思って、こんなに歯の力強い人いんの？と思って、箸がね、ぶっ壊れたんですよ。だから買いました、予備で。箸が強すぎて、今後ね、壊れていくんじゃないかということを見込んで、箸をね、用意しときました、多めに。もう人生初めて見たよ、マジで。箸までさ、ちょっと噛んじゃってさ、箸ボキッと折ってる人。びっくりした、マジで。こんな人いるんだ、世の中にと思った。で、これ菜箸。菜箸持ってるんだけど、これね、滑り止めみたいなのがついてて、パスタとか茹でるときにこうやって、すくえるかなみたいな。なんか、とりあえずなんか使えるかな。
で、これ。このブラシ。これさ、何用ブラシなんだろう。隙間ブラシ。まあ、とりあえず私、洗面台の顔洗うところとかがよく汚れるんで、これでお掃除していこうと思います。本当はね、なんか木のやつじゃなくて普通のやつでよかったんですけど、なんか木しかなかった。で、あとは、次こちら。じゃーん。フローリングモップのウェットバージョンなんですけど、私この家が本当にベアのおしっことかちょっとでも濡れたりすると超目立つのね。なんか黒っぽいから床が。で、それでベアとかもやっぱさ、おしっこさちゃんとできるんだけど、なんかあまりおしっこみたいなやつでさ、ちょっとさポチャって落ちたりするじゃん。で、それを踏んでまたさ、なんか広がったりして、あーっていうのよくなったりとか、ベアよくうれしをするんで、あのそれのすぐ拭けるようにっていうか、床がよく汚れが目立つから買いました。で、以上かな。あ、あとこれだ。これ、じゃーん。こちら、ハサミ。眉毛用ハサミですね。私、眉毛結構カットするんだけど、今使ってるやつがぶっ壊れちゃって、新しく買いました。これ、切れ味いいのかな。あ、切れ味とっても良さそう。なんだか。なんだかとっても良さそう。うん、いい感じ。なんかすごいさ、このハサミを無印がさ、なんか売り出そうとしててさ、たくさん置いてあったからおすすめなのかなと思って買いました。で、こっからはもう食べ物編ですね。今回食べ物めっちゃ買っちゃった。まずはこちら、じゃーん。コムタンスープ。これ超美味しそうじゃない？ネギ、牛肉、卵、ごまの4種類の具材が入った具沢山のスープ。これ絶対美味しい。冬私めっちゃスープとか味噌汁とか大好き。スープ系大好きだから、スープ系を買いました。で、次ね、こちら。ガパオ。このガパオめっちゃ美味しいの。私ガパオ大好きなんだけど、ガパオね、なんか、ウーバーとかするとすごいね、ピーマンが絶対入ってるわけよ。で、私ピーマン嫌いだからさ、あのこれね、あんま入ってなくて、野菜してない。肉しかないから超好き。あとこれ、ロコモコ。ロコモコ丼。これも大好き。とっても美味しい。で、あとはこれ。キノコとベーコンのポルチーニクリーム。パスタがね、私の唯一のご飯みたいなとこあるから。次、こちら。じゃーん。私の大好きなバームクーヘン。私ね、こう見えてね、バームクーヘン超好きなの。賞味期限が12月25日まであって、クリスマスまでだよ。やばくね、もうすぐクリスマスなの。もうそろって言ってもあと1ヶ月以上なの。で、次が、こちら。ミニラーメン。私これ、ラーメンにするんじゃなくて、このままポリポリ食べる。もうこのままポリポリが一番うまい。マジで。で、続いて、私の大好物。スルメイカシートです。はい、大好き。でも私美容針とか言ってんじゃん、小顔のやつ。イカとかグミとかガムとかあんま食べないでくださいって言われてるの。だから食べないようにしてるのね。ガムとかも全然、本当に顔がなんかエラが張っちゃって顔が大きくなっちゃうらしくて、私グミとかガムとか食べないようにするんだけど、唯一やめられないのがスルメなの。私高校生ぐらいの時マジであのガムの中毒みたいな感じでずっとガム食ってたんだけど、もうそれをやめて克服したのよ、食べないように。今は本当にガム全然食べようと思わないんだけど、でもね、スルメイカだけは本当にやめられなくて、この間これ本当に4袋買ってたんだけど、買い物した日にもう1袋食べちゃって、その日の夜にあの美容針だったよね。でそれでこうやってマッサージしてもらってる時に、なんかすごい顎張ってるよみたいな、なんかしたみたいな、なんか食べたみたいな言われて、すいませんスルメイカ食べちゃいましたって言ったら、あの割と怒られました。でもスルメイカだけは本当にやめられないの私。で次、これも大好き、ホワイトチョコのいちごかけ。崖いちごだ、逆だった。ちょっと今食べちゃおうと。これさ高いよね。だってさ1、2、3、4、5、6個だけなのにさ300円とかするし、多分。うまっ、大好き。ほら乾燥いちごみたいのが入ってる、おいしい。そして最後、生姜ほうじ茶です。私ほうじ茶が大好きなので、ほうじ茶ラテとかもよく買ったりするんだけど、冬ね、私ね、マジね、あったかい飲み物が好きすぎて、毎日絶対ココアとか紅茶とかほうじ茶とかそういうの毎日飲むんだけど、もうね、冬じゃん。で、毎日ね、ちょっとあったかいものがね、飲みたい季節になってきてるので、今回初めてね、生姜ほうじ茶を買ってみました。今家にあるのは、うわっ、めっちゃ生姜。生姜の辛み？辛みあんの？大丈夫かな？今あるのは、なんかリンゴ茶みたいな、リンゴ紅茶みたいなやつと、なんかゆず蜂蜜だとかいろいろあるんだけど、私ね、その中でも一番ね、ほうじ茶が大好きなんですよ。だから、あの、スタバとかもね、冬はね、ほうじ茶ラテとかよく飲むんですけど、そんぐらいほうじ茶が好きなので、あの、今回ね、このほうじ茶を買ってみました。あと私、とっても冷え性なのね。手足が本当に冷え性すぎて、もう夜とかも、寝る時とかも、足が寒すぎて寝れないとかあんのね。それぐらいマジで冷え性だから、このあったかい飲み物を飲んでからよく寝るの。寒すぎて。だから、今回ね、このお茶を買ってみました。紅茶とかってさ、一回ハマるとマジでハマっちゃわない？わかる？この気持ち。
てかこれさ、2022年まで持つんだよ。すごくない？非常食になるじゃんこれ。今さ、関東沈没、日本沈没だっけを見てるからさ、なんかあった時用とかさ、いろいろ思うようになったね。これミニラーメン食べよう。やばい、朝からさ何も食べなさすぎて超お腹空いてる。しかも今生理中だし。昨日生理来たの。でさ、マジでさ生理来るとさ、あれ本当に全てのやる気が本当になくなっちゃうのね。でしかもなんか若干お腹も痛いし、でそれで、あ、毛抜きも買ってた、忘れてました。でさ、もう本当に今日さ何もやる気が起きなくてさ、で朝いつも10時とかに起きるんだけど、まあ、朝って言っていいか分かんないけど、この時間がもう私にとって朝なので、ね、それでさ11時に起きてさ、はぁーと思って、で私結構さ撮影とかも早く終わらせるのに、個人撮影とかだと早く終わらせて、よし今日はもうこのままなんか誰かと遊んだりしようとか、そういうタイプなんだけど、もう生理になるとマジでもう全ての動きが全部遅くなるので、それで10時に起きるじゃん。でベアのさ餌とかあげてさ、ゆっくりしてさ、そしたらさ永遠と眠いじゃん。あー早く撮んないと早く撮んないとと思って、個人動画を2個撮るつもりなのね。で、あーもう早く撮んないとって思って、やっと撮り始めたのが16時。何時間何やってたみたいな。もう私も自分も何やってるか分かんないけど、気づいたら16時今ご飯も食べずに。それはお腹すくわ。うまっ。なんかレアの肉球の匂いする、香ばしい匂いする。マジで生理だるいんだけど、普通に生理痛とかさマジでなかったのね、高校生の時とか。なんかどん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 さ、なんかひどくなってるっていうかさ、眠気とかだるさとかさ、やる気のなさとかさ、どんどん出てきたんだけど、高校生の時何もなかったのに。眠気とかはあったかもしれないけど、でも今日の唯一の救いは晴れなこと。めっちゃ晴れ、最高。これで雨だったらマジで終わってた。今日絶対動画撮ってない、やる気なさすぎて。はい、こんな感じですね。やる気満々の動画でした。ありがとうございます。ということでですね、無印でたくさん買ってみたんですけど、ぜひ真似とかしてみてください。ということで、終わりまーす。バイバーイ。